今日海外でカラーリング頼んでいたスパイクが届いたので開けていきたいと思います。僕はこの X ゴースト FG をお願いしたんですけど、いやー軽い。 X シリーズもなんですけど、このゴーストになってからも本当に異常じゃないぐらい軽いですね。プレデターとかネメシスもまあまあ軽い方だなと思ってたんですけど、はるかにやっぱ軽い。紐ももこの柄に合わせてこの色にしてもらってるみたいで、なんか表面に張ってるような感じの質感ですね。これは元々の素材の上にデザインが書かれたのを張っているような、このソールポイント部分もちゃんとこのカラー用にサッチャチ青く塗られて、アディダスのロゴもこのオレンジでよくできてると思いますね。だいぶ表面の皮が薄いので、やっぱボールタッチが素足にやっぱ近い感じにやっぱなるんですかね。本当に薄いですね、これ綺麗にやっぱラッピングされてますね。剥げたりしないのかな、どれくらい耐久性があるのか全然わかんないですけど、流れとしてはこっちで好きなスパイクを用意して、そのスパイクをお店に送ってカラーリングしたものが届くっていう流れなんですけど、まあ大体1ヶ月半ぐらいかかりましたかね、注文してから。デザインとしては、まあ、このデザイン自体はもともとそのホームページにあったデザインで、まあ、デザイン的にいいなと思ってこれにしました。自分でこういうのにしてほしいっていうのがあれば、そういうのを注文もできるとは思うんですけど、まあその分高くはなると思いますね。なんか今まではずっと黒を好んで履いてたんですけど、最近なんか割と青めを多く買うようになってしまいましたね。値段自体はレートにもよりますけど、だいたい1万5千とかだったんで、まあ、まあでも好きなデザインでやっぱりサッカーというかスパイク履けるっていうのは気分的に楽しいかなと思いますね。ただこれも近々実際に蹴って試してみたいなと思います。